はいどうも、走りおうちチャンネルです。今日は最近質問とかで結構コメントがあるんですけど、好きなプロ野球の球団とか選手とか誰ですかというコメントが結構あります。で、結構生放送とかでは答えてたんですけど、自分が応援しているチームは巨人になります。で、まあその理由っていうのは、まあ小学校の時に、まあその家でテレビとかに出てるのが大体巨人戦だったんで、まあその流れというか、まあ自分の世代で言うと松井秀喜選手とか、まあ、あとは高橋由伸選手とかが普通に 3,4 番を打ってる頃の巨人になります。まあ、そういうのもありまして巨人ファンっていうのもあるんですけど、好きな選手に関しましてはちょっと巨人ではないんですけど、好きな選手は結構、まあこれも動画で話してるんですけど、元中日の、まあ、今巨人なんですけど今田耕司とか、あとは今中日の松坂投手とか、あとは今年日本に復帰した青木選手とかが好きでした。好きな選手はあんまり巨人にはこの人だっていうのはいないんですけど、なぜか巨人を応援しているという今現状になります。ちょっと最近ここ 2,3 年はちょっと忙しくてプロ野球を見れなかったんですけど、ちょっと今年はですね、まあテレビ放送も最近多くて、あとはまあツイッターとかでちょっと巨人のファンの方をですね結構フォローさせてもらったので、その一球一球に対する巨人の情報が入ってくるんですよね。まあ、それなんで、そのちょっと映像とかも入ってくれるんで、生放送で見れなくても、ツイッターを通せば結構それで巨人の情報をゲットしています。まあ、YouTube とかでもハイライトとかたまにあるんですけど、どっちかっていうと自分はその守備練習とかバッティング練習とかを参考にしているんで、まあキャンプ中の映像とかも見返したりしています。まあ、ノックとかだとそのグローブを出すタイミングとか足の運びとかを丁寧に細かく見れるんで、そういう面ではこの守備力アップとか、あとはバッティングとかもスローとかで見れたりするんで、そういう面ではいいかなと思うんですけど、まあ、やっぱり試合の方が盛り上がるっていうのもありますので、プロ野球観戦の方も興味深くなっております。まあ、現地に行ってみるってことはあんまないんですけど、去年も1試合行っただけなんであんまりこう球場に足を運んで見るってことはないんですけど、まあ、ちょっと今年はもし時間が作れたら見に行こうかなと思っております。はい、というわけで今日は自分の好きな球団とプロ野球選手を紹介しました。ゴリスポは今阪神の糸井選手が好きらしいんで、皆さんも好きな選手いましたら下のコメント欄にお願いします。ちょっと最近ねプロ野球見れてないんで、ちょっと若手の選手があんまり分かんないんですけど、この選手が好きでっていう人がいましたらコメント欄にお願いします。それでは今日の夜の走りおうチャンネルは以上です。ありがとうございました。明日